はい、どうも、これです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタンスポーツさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。ということで、本日なんですけども、僕、あんまり紹介するイメージがないかな？じゃない、ヒロト。確かに。言ってみればそうですね。シリーズで言ったらね、僕って結構グローブシリーズ化して、もうこれはこれって言ってまとめて紹介するタイプなんですけども、あんまり、この手で紹介したことはあんまりないかなっていうような感じで、公式のピッチャー用に絞って今日はちょっとね、紹介させていただこうと思います。じゃあ早速行きましょう。じゃあね、まず一つ目のグローブがこちらです。はい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 、トレジャーの投手用グローブとなっています。なんだこのウェブのかっこよさは。めちゃくちゃおしゃれなウェブ。ここね、ほら、閉じがついてます、閉じがついてます、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 ついてます。ここから紐直なんですよね。めちゃくちゃかっこいいし、その裏側出てるし、ここ紐で結ばれてるしね、ここが全部編み込みになってるし、まずウェブからしてマジでかっこいい。本当にかっこいい。背面紐通し、はいはい、まずここね。で、王冠スタイルで指カバー、これ見てください、上切れてるんですよね。で、これなぜかというと、ちょっとずれてるんですよ。ここにないんですよ、指カバーが。なんでこれがずれてるので、まあ、ここに行っちゃうとね、ここの隙間が埋まっちゃうんで、まあ、どっちにしろできない設計なので上が切れてるんですけども、ということはこれ小ユニです。なんでがっつり縦です。そういったような、グローブとなっています。このね、独特なトレジャーのバックスタイル、やばくないですか。ここがもう炎みたいになってて、でこっち側にねラベルがある。トレジャーはまあこっち側に、全然僕のねトレジャーのグローブもそうですけども、親指寄りのラベルの方が多いイメージが僕はあるんですけども、このバックスタイルも公式限定で使えるバックスタイルなので、ここもまたおしゃれだなと思いますね。カラーリングがこれはね、一応ブラウン系なんだ、ダブルブラウン、ちょっとね赤系に近いような感じのブラウン系のグローブとなっています。ということはこれ高校生使えます。赤じゃないんで、ワインでもないんで、高校生使えるカラーリングのピッチャー用となっています。さっき下から出したじゃないですか。で、その前に棚から持った時に軽っと思って、多分ねヒロトが聞こえてたでしょ、軽っって言ったの。もう本当に軽いです。操作性も抜群のグローブとなっています。でもね、まあまあ公式なんで、もちろん最初めちゃくちゃ硬いんで、そういった点しっかりとこういう風に握りたいっていう選手にもかなり向いてるようなグローブなんじゃないかなと思います。はい、じゃあまず1個目はトレジャーの投手用でした。次行きます。はい、じゃあ2個目のグローブね、こちら限定のグローブとなります。はい、こちらじゃーんと SSK の公式投手用のグローブ。これ皆さん何色に見えますか？緑に見えないですか？実際違うんすよ、 F ブラック黒なんすよ。これ実はもうねすごいね、マジで緑にしか見えない、目の錯覚なのかもしれないけど、で場合によってはねちょっとし、ね、いやでも緑だなすごいっすね。これもこれだね、ブラックなんで高校生これも使えますからね、このカラーリング。ここもねウェブもすごいおしゃれなんですよ。まあ裏側もちろん見えてます。でここにね若干隙間が空いてるんですよね。こういうデザイン、細かっと思いましたけど、こういうデザインもめちゃくちゃおしゃれだなっていうような感じです。で、まあポケット見た感じは、まだ片付け何もしてないグローブなので、まあ、どうしてもこうやって広がってるように見えちゃうグローブではあるんですけど、マジで、まずはでかい。本当にでかい。ピッチャーの中でも、比較的というか、普通に大きいグローブで、ポケットもね、深いのかな？めちゃくちゃ深くなると思います。このグローブは。多分、縦でも横でもどっちでもいけるような、はめた感じの方ではあるんですけども、比較的もうここに折り目がついてるから、横でいいんじゃないかなとは、思ってはいます。ただ、大きいんで、縦でも全然使えそうだなっていうようなイメージはあります。で、これもさっきのね、トレジャー同様、持った瞬間めっちゃ軽いと思いましたね。本当に軽いグローブで、大きいし、っていう点では、ちゃんと握り隠せるし、まあ、手大きい人ももちろん使えるし、まあ、グローブのね、重心を使って、投げたい、引いて投げたいって選手にも、まあ、大きいから存在感あるから、すごい手にはね、馴染みやすいと思いますし、でも軽いんでフィールディングもしやすいんじゃないかなっていったような、グローブ。まあ、すべていいとこ取りをしているような、グローブとなっています。こちらのグローブ6万500円となっています。まあ、なのでね、まあ、やっぱちょっと高めなのかな。でも公式は、まあ、
プロエッジですから、まあそれなりの値段はしても、まあ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 ですけれども、それぐらいのね、本当にオーラを放っているような、グローブではあるので、ちょっと気になった方は注目してみてください。はい、じゃあ最後のグローブね、ちょっと僕がうまく説明できるかどうか不安ではありますが、ぜひ一個ちょっと紹介したかったグローブだったので、こちらです。はい、千秋ですよ、千秋。左利きのね、職人が書いてありますよ。左利きの職人が作ったグラブ。左利きのあなた、グラブで悩んでいませんか？形やデザインでグラブを選んでいませんか？千秋もまた選手時代にグラブで悩んだ一人です。ぜひ一度お手に取ってご覧ください。メッセージが書かれてますよ。どうしてもやっぱ職人さんは、まあ日本人の人口とか、まあ世界の人口的にもそうですけれども、どうしてもやっぱ右利きの方が多いんですよ、どうしても。なのでやっぱグローブをはめ込んだ時の感触って、左利きのグローブを右利きのグローブの職人さんが使うわけでもないじゃないですか。まあそれはもちろん使ってね、確認とかはしてるとは思いますけれども、いざ本格的な左の選手が使うってなった時に、やっぱね微妙に誤差とかあると思うんですよ。で、左利きの選手がもっとね、左利きの人が使いやすいようにというふうに考えたのが千秋ですから、本当に左利きの人は本当にガチで必見です。なんでね、もうこれこうやって見た瞬間、左利きのねグローブですごい僕イメージになるのが菊池雄星投手なんですよ、あのブルージェイズの。ぽくないですか、ちょっとやっぱり確実にこうなるような、こうなるような、わかります、言いたいこと。なんでもう完璧な横型なんですけど、縦閉じなのでどうせ絶対潰れないよっていうようなグローブとなっています。これね、直視なんですよね、バリかっけー、ほんまもんでかっけー。まあ、カラーリングとしてこれもレッドオレンジなので全然使える、高校生も使えるカラーリングとなっています。まあ、なのでね、今ちょっと、まあ、左利きの投手ってね、めちゃくちゃ貴重じゃないですか。さらにそのね、左利きを投げる時のねリリースとかを使いやすくしてくれているようなグローブになっているので、でもちろんね補給っていう点でもめちゃくちゃしやすいグローブのはずなので、まあちょっとね、僕左利きじゃないんで何とも言えないんですけれども、まあそういったところでちゃんとね、人口で見たら、野球人口で見ても数少ない左利きっていうところにフォーカスを当てて作っている、グローブですので、そういった点も、まあ、左利きの方はぜひチェックしてみてください。はい、でこちらお値段がほんのちょっと安いかな、まあそれでも高いですけど、57,200円税込みとなっています。まあ数千の今までのグローブの中でも差ではありますけれども、まあほんのちょっとだけでは安いは安いので、で本当に作りもしっかりとしているグローブなので、ぜひぜひ左利きの方、必見のグローブとなっているのでチェックしてみてください。はい、ということで本日はこちらのね、あの SSK もありましたけれども、トレジャー、SSK と千秋、3つのグローブの紹介をさせていただきました。どれも本当にね、いいピッチャー用だったので、ぜひぜひピッチャーの方、高校球児なりね、まあ中学硬式の公式のピッチャーの方なんかはぜひ、要チェックのグローブとなっております。なのでね、モンタンさんにぜひ来て、触ってみてください。そして購入してみてください。はい、ということで本日は、ピッチャー用3つの、紹介をさせていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょさあ、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.